的には結構なんていうの、悪くはないけどね、あのどこまでそのイメージに沿ってやれるかって。そうね、とりあえず歌に沿って尺を当ててみようかな。Thank you.
いっていい。そうだね。歌い続ける感じにしたいのかな、どうなんだ、私はしたいかな、したいよね、まあ、それでいいじゃん、それはやるじゃん、で、それが演奏も平坦すぎると面白くねえって話ですか。今もなんかあれだよね、その雰囲気を軸にして練り直すとすると、ケツどうやって盛り上げようねっていうのがあるんだけど、盛り上げたいのね、やっぱり。いや、たいかって言われるとなくていいとは思った。おお、そうか、うん、なんか、この歌は、この曲は歌があってた。で、なんか大体多くの曲っていうのは歌のテンションに左右して楽器が盛り上がったり盛り下がったりする、まあ、歌に寄り添うってやつですよね。まあそうですよね。この曲に関しては演奏の盛り上がり盛り下がりを歌が無視しているっていうのが面白いっていうか、この曲のいいところになるの、うん、の気がするわけだ、ね、なりますね。だからそこに対してじゃあ演奏は波をつけるのかつけないのか、まあちょっと熱くと思うよ、どの道ちょっと熱くと思うんだけどさ、そのやんのかって話だよね。ドラムからすれば本当ドラムは特に歌についていくしかないので、そのそっちが平坦だとこっちも平坦になるけど、もちろんわざと上げ下げすることはできるよっていう返答になりますね。でベースは俺も今まで通りが好きだけどね、あの8でシンプルなやつ、なんかだそのこの曲は僕はビートはベースが握ってると思ってますんで、うん、ドラムは それこそベースと歌に寄り添う感じ、うん、そうだね。そうなると結構多分こっちからプレイで提案できることがあんまりない、そうですね、うん、ってことはこの3人が固定してるから、ほぼギターで好きにやってくれって感じだ、うん、今のなんだ軸のままやるならね、うん、今のっていうのは直前のテイクの話、これでも多分これまでもそうやって演奏してるはずなんだわ。そのボーカルが淡々としてて、ベースはやること決まってて、ドラムはそう言います、であボーカルちょっと上がったらときに上げるみたいな、でおお来た来た来たバーンみたいな、そういう気がしている。結構ギターのプレイがそのテンションを一番左右するんじゃない、だからある意味コントロールし放題だよ。そういう気はする。あまりにも他がシンプルならば、シンプルのまま行くならね、現状でも、さっきのテイク、あれあベース結構いじってね、いいの今やったのってベース結構いじってました、全くいじって、まあ、あれを軸に、その直前のテイクを軸にすると僕はドラム変えてほしいんだけどね、そうなると、あ、そう、どうしたい、縦が出てるからもうちょっと遊べんじゃんっていうのを思った。そのギターもベースも8で刻んでるところが多いから、うん、抜くとこ抜ける部分はあるんじゃないっていうのあって、なんていうか絶対タビートではなくていいんじゃないのっていう感じはしたけど、ガツガツツと渋の量出すっていうよりかね、えちょっと考えるね、うん、さっきのテイクでも8入れたりしてみたな、大丈夫だったね。その、ちょっと踊り出したくなるけど大丈夫だったね。どっちパンとパンさっきやってたりして。あ、24ですね、入れたやつ、うん、あ、俺あれないかと思った。24は、な、違う。